おお。おお。何あんた、この辺に立花不動産の人間が。あんたもどこ。いや、そんな。まあいいや、俺らも立花不動産の人たち探してるくらいで。やばいこと、堂島組に追われてるってさ。そうか。やっぱりあんただったんだな、真島さん。お前ら、島の組の。町の門からあんたを見たって知らせがあってな。今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ。組から消されたあんたがカムロ町で何してる。ちょっと話聞かせろや。事務所まで面かせ。いや、悪いけど急いどるんや。つれねえことを言うなよ。それにあんた、自由に町は。何黙ってんぜ。決まってんだろうが、あんたが組に逆らった時からだよ。Oh!
相変わらずですね。ん？若い者のご無礼をお許しください。このお詫びに。こいつらにも言うたんやけどな、島野の親父があなたをお呼びです。何やと。それより大事な用があるという。しとるんや、マジマ。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。何も怖がることないで。お前にええ話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。ふん、水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそカムロ町には何の用で来たんや。ったく負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。牧村誠が蒼天堀から逃げた。今橘不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。おお、そうないなことに。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島、わしがお前に負け。な、おい、なんだそれ。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は、お、な、何やと。説明してくれんだろうな。その前にお前らもう。あ？殻の一つばは七福通りと太平堂島組の連中が大金つぎ込んできたカムロ町さ。もし堂島総平がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権、あんな頭の足りん小物がトップになったら。せやからそれを邪魔しようとしとるんが。風間。せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが登場。女を連れ去った立花不動産の桐生一馬いうのも。桐生一馬。風間も親の堂島には表立って立てつけん。それ言ったら兄弟も同じだ。今はだから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で、兄弟の狙いは何なんだ。
殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由。信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼をな。せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほ、いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわし、女は好きになれば何でもする。そしてもう一つ、牧村誠には。何のために？東城会内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東城会は取れん。女が消えたら案の定動き出した東城会のあの世羅を動かした。風間と世羅のつながりは。いや、あいつはまだ生きとるわ。なんて。それでええんや。殺すには早い。バックに。真島、お前。そん代わり、あのお嬢ちゃん、立花不動産から取り戻してわしんとこにおる。それさえうまくやったら、お前、お前、惚れと。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前のけ。女連れて逃げとんのは立花不動産の桐生や。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ、よかったな真島ちゃん。女は殺さなくていい。東城会にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやから。ただのピエロ、ちゅうわけか。おい、落ち着けよ。負けてきれんなら、もうパチンコなんかやめろって。うるせえんだよ。おい、おい、てめえ、待てよ、こら。なんか、こいつヤバくね。バカやめて。肩ぶつけたろが。謝れっつんだよ。どうでもええ。は？好きにせえや。マジかよ。おれ、上等じゃねえか。あ、よっしゃ、俺にもやらせろ。あらあらあら。お
強そうだな。やるんか。おい待て、誰だてめえ。真島言うもんや。え、いや、これあん、てめえ錦山はおらんのか。うるせえ、おめえもういいから。おらよせ、そいつは真島だ。真島って3年前島の組から消されたって。あんた誰。風間組若頭の柏木だ。あんたには関係あらへん。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか。なんやと。お前は登場会から増し。ええ加減にせえ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生も上等やないか。お前らはいい、こいつは俺がやる。真島、こない小汚い事務所で。俺が面倒見てるビルでな、好きに使わせてもらってる。お前の死体が転がってもすぐに始末できるってわけだ。ほんまにあ、それじゃつまんねえだろ。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。派手に行こうじゃねえか。追っ始めようぜ、マジマ。行くぞマジマ。
バケモンが風間組におったんか。柏木さん、ええとこに来たやないか。にし、うん、さっさと答えんとこいつの左目えぐるで。俺と揃いにしたる。そんな真似せっ、天下一通りにセレナって店がある。西山さん、そうか。おらんかったらまた戻ってくんで。さっきまで飲んでたんだけどな。これからもう一軒行く。おお、いらっしゃいませ。
良さそうな店やな。ありがとうございます。帰るよ。なあママ、この店錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな。実際よう来るんか。誰だ。真島いうもんや。あんたの探してる男だって言ったら。俺がほんまに探しとるんはお前やない。牧村誠いう。その子は立花不動産の桐生と一緒におる。その桐生。真島って言ったか、あんた。ああ。俺がこの世界に入る前、島の組に真島って人がいたらしい。へっ。登場会に復帰したってことですか、真島さん。まだや。だったらなんで牧村誠を追ってんだ。あの子を守るためって言うたら信じてくれるか。何。お前の兄弟分はどこや。牧村誠どこに隠しとる。錦山君。お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何がわかんだよ。今ので何もわからんようやから、お前は俺に勝てんのや。あんたも分かっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。なるほど、そういうことかいな。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。やめてほしいんやったら言えや、錦山。キリュウはどこや。待って、あなた。ん。よせ、レーナ。彼女なら姿を消したわ。もうキリュウさんの元にもいない。なんやと。錦山くんも今彼女のこと探してるの。ほんまなんかその話。3時間くらい前だ。ちょっと待て、なんなんや。知らないのか、立花哲。なんやと。二人は中国残留孤児の2世で、10年一人で日本に密航してきた立花は、後から妹牧村誠の方もずっと兄貴をさ、その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心。気がついた時にはあの子姿。最後に女。西公園のホームレス街。そしたら
今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子はヤクザ。あんた、さっき。ああ、だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら。くそ。歩いてんだよ。おお、ちょっと下がら。なんなんや。
ませ。殻の一つぼは誠なんやろ。そないなとこで何してるんや、お前。誠？あなたにはまた会えると思ってた。見えとるんか。